漫画マンが語ります。今回紹介する漫画は有害都市、筒井哲也先生の作品です。連載期間は2014年から15年、ジャンプ界と隣のヤングジャンプで連載されていたようです。この後語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。有害都市は私が筒井先生の作品にハマってたどり着いたわけですが、かなり好きです。全2巻分を LINE 漫画とヤンジャンというアプリで読みました。メタ的な冒頭からしていいんですよ。先生自身の経験も踏まえてのメッセージでもあるでしょうし、どんな物語かというと、漫画家と編集者、そして規制をする公の組織、規制が行き過ぎた近未来 SF 話です。劇中劇というか漫画内漫画がこの物語と響き合っていて深みを感じるんですよね。そのダークウォーカー普通に読みたいですし、で今回も社会問題を扱っているわけですけど、自分と関係性が深く人事とは思えずかなり考えさせられました。自分が本当に表現したいものと残虐描写や性的描写などの表現に影響を受けるかもしれない子供たちなどの存在で、終わり方について、まずタイトル回収はグッときました。全体的にはハッピーエンドでは全くなく、それこそが現実であるかのように感じました。ただ作品の中では希望と書かれ、個人的には意志のように感じたものが私の心に確かに刻まれました。ということで、現代を生きる世界中のクリエイターに、フランスで日本以上に人気と聞いて気になる漫画好きに、16歳未満と判断される少女の成功を強く想起させる描写が気になる人にもおすすめです。チャンネル登録と通知設定よろしくです。漫画マンでした。